それでは続いては特集いきましょう、はい、今日の特集はみきおジャーナルです、取材撮影はビデオジャーナリストの阿部みきおさんです。よろしくお願いいたします。はい、こんばんは。よろしく。阿部さん、今回は道警の航空隊に密着したそうですね。そうなんです。夏に入ると海の事故、山の事故が増えるんですけれども、道警航空隊はヘリコプターを使って、救助を活動に当たっています、うん、で隊員たちはその人命救助に生きがいを見出して日々厳しい訓練をやって救助に備えています。はい、まさに1分1秒を争うこの人命救助の現場、命がけでヘリに乗り込む6人の男たちを取材しています。みきおジャーナルです。北海道警察航空隊の大雪2号。ニセコでタケノコ取りの老人が行方不明になったと通報があり離陸した。岡玉空港を飛び立ち、わずか21分、行方が分からなかった79歳のお年寄りを発見した。道警航空隊の最大の特徴は人命救助を専門とする特務隊員6人がいることだ。山、川、海、あらゆる救難救助に出動する。特務隊員はこの日も命を救った。救助した時はやはりありがとうございましたということで、満面の笑みで言われたので、こちらとしてもすごい嬉しいというか、やってよかったという気持ちになりました。中村武史特務係長43歳。機動隊に8年、そして航空隊で7年、人命救助一筋に生きてきた警察官だ。ヘリコプターを操縦するパイロット、ホイストを操作する整備士、救助活動をする特務隊員、三者の巧みな連携が救助活動には必要だ。連携を高めるために訓練が欠かせない。点数としてはちょっときついかなと思います。もっともっと連動を上げないとダメだなって。また今年も海の事故が発生する季節がやってきた。波にまだ揉まれておりますが、5名ほど漂っております。海の事故が多発する季節を迎え、その救助訓練は連日行われている。はい、3、2、リフトステップ。はい、キャッチ。はい、ステイバック。バック。はい、バック。はい、仕上げ中。水面上では目標物がないため、パイロットは整備士の誘導を頼りにヘリコプターを操縦している。釧路出身の中村係長は道警に入るまでは泳げなかった。特務隊員になってから水泳の訓練を受け、水難救助をするようになったのだ。中村係長はこの日、石狩沖でカヤックが流され行方不明になった男性の捜索に出動した。今そこの真下。あ、もうすぐ下ですか。真下ね。青いのあるでしょ。青いものを見ると中村係長は3年前の海難救助を思い出すという。アスタ沖で釣りに出たプレジャーボートが転覆し3人が海に投げ出されたあの事故。あの日波の高さは5メートルはあった。
ヘリコプターから海に降りた中村係長が泳ぎ出した。水温は 3.5 度だった。中村係長が二人を抱きかかえた時、転覆からすでに1時間40分が経過。最初にこの今映ったんですが、青色のものを救命隊に見つけたんですが、立ってる状態で波でこう手が振ってるような感じでいたもんですから、あ、まだ生きてるぞという感じで私たちは見てました。生存しているものの低体温症になり意識を失っていた。低体温症なら意識が戻る可能性がある。中村係長はすぐに病院に向かうようパイロットに合図した。しかし札幌医大に搬送されたものの、二人の尊い命は助からなかった。石狩沖でカヤックが流され行方不明になった男性は、中村係長をはじめとする航空隊隊員の懸命の捜索にもかかわらず未だ発見されていない。いつまで特務の隊員やるつもりなんですか？特務の隊員はですね、まあ一生ってわけにはいかないので、苦しい訓練がですね、あ、ばった、またな、これはもうできないなって言って自分に甘えるのだったらやめようと思ってます。あと何年ぐらいは頑張れそうですか？まだ大丈夫だと思ってます、私的には。ヘリコプターはいつでも出動できるようにエプロンに駐機している。通報から10分以内の出動が道警航空隊の目標だ。いや、艦長これ持ってきますね。新川沖で水上バイクから男女2名が転落、漂流していると通報があった。人命救助に命を懸ける男たちが再び出動していった。